はい、皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日は iPad で効率よく読書する方法を紹介していきます。で、今ですね、 Kindle のアプリを開いてるんですけど、私は基本的にいつも Kindle で本を読んでて、こういうデザイン系の本だったりとか、あとビジネス系とか健康の本とかを結構読んでたりするんですけど、皆さん iPad で本を読んでる方たくさんいらっしゃると思います。で、問題なのが、こういう Kindle の本とかってダウンロードして読むのはいいんですけど、そのまま流れていっちゃって忘れちゃったりとか、この本のどこに重要なものがあったんだっけみたいな感じで忘れちゃったりとかっていうのがね、結構あるんですけど、まあそういう人が重要なところだけをまとめておいて忘れないようにしておくための結構いい Tips を今日は紹介していきたいと思います。で、今日はこの Kindle でやるんですけど、他にも青空文庫とか、あと D マガジンとかね、他の文庫系アプリもたくさんあって、それでも応用できる技なので、ぜひ活用してください。で、今日はこの Kindle に合わせて、Apple 純正の Apple Book っていうアプリも使っていきます。皆さんこれ使ってますかね？もう無料で元々入ってるアプリなんですけど、多分使ってない人多いと思うので、ぜひこの使い方もちょっとね、今日はしてほしいなっていうふうに思います。はい、じゃあまず Kindle からちょっと入っていくんですけど、今日はですね、私のおすすめの本をちょっと一冊紹介します。社内プレゼンの資料作成術っていう本があるんですけど、これがですねめちゃくちゃいいので、ぜひ皆さんにもですね読んでいただきたいなっていうふうに思います。で、この本はですね、ソフトバンクの孫さんの下で働いてた著者の方が、孫さんに一発 OK をもらうための資料作成術だったりとか、プレゼンの仕方みたいなのをですね、惜しみなくこの一冊にまとめてくれてるんですけど、私この本を読んでから本当に100発100中レベルでプレゼンがうまくいくようになったので、ぜひね、大人の方、この動画見てくださってる方多いと思うので、ぜひそういう社会人の方におすすめの一冊になります。で、この中身はちょっと置いといて、こういういい本を見つけたらですね、皆さん保存してると思うんですね。で、Kindle の中にもブックマーク機能みたいなのがあるんですけど、こうやってスクリーンショット撮ってる人も多いと思います。左右のどちらからでもいいんですけど、こういう Apple Pencil でシュッてやると、スクリーンショットを撮ることができます。で、私個人的にはこの Kindle のハイライト機能とかが結構好きなので、こうやってギュッてね、指でなぞってハイライトをつけて、ハイライトつけたらスクリーンショットを撮るみたいなのをしてるんですけど、まあ、こんな感じで自分の気に入ったページを写真アプリの中にスクリーンショットとして保存しておきます。で、私はだいたい目次も全部保存しておきますね。こういう本の最初にある目次もとりあえず全部保存しておいて、で、この本に関しては図形とかも結構たくさん載ってるんですね。こういうグラフの作り方とか、あと文字の配置の仕方、キーノートの、プレゼンの作り方みたいなのもたくさん載ってるので、そういうのも全部保存しておきます。で、こんな感じで皆さんが後から読み返したいなって思うページを全部スクリーンショット撮れたら、写真アプリに移っていきます。で、写真アプリの中を見るとですね、今スクリーンショット撮った何十ページかがこんな感じで保存されてますね。で、こっから Apple Book の方にこれを持っていくんですけど、その時のやり方としては、まずスクリーンショット撮ったやつを全部選択します。こんな感じ で全部選択したら、左上に共有ボタンっていうのがあるので、これを押します。で、そうするとポップアップ出てくるんですけど、この中のですね、プリントっていうのを押してください。プリントです。プリントはしないんですけど、プリントを押します。で、そうするとポップアップ出てきて、これでしばらく待つと、このグレーのところにですね、こんな感じでページが表示されます。で、これ今プリントプレビューっていうような状態なんですけど、ここにですね、ちょっと秘密というかマジックが隠されてて、この状態で、指3本指で中から外にシュッとピンチアウトをしてください。で、そうするとですね、これ今 PDF になってます。これ右側にページがね、ずらっと並んでるんですけど、あとこうやって指でスクロールしてもページがめくられていきます。で、これ PDF になってるんですよ。すごくないですか？さっきプリントプレビューだったりとか JPEG だったりしたんですけど、こうやってピンチアウトすると一気に PDF に変換してくれます。で、この状態で Apple Books の方に持っていくんですけど、できればですね、この表紙は一番上に来るようにしておいてください。後で Apple Book 行ったらわかるんですけど、一番上に表紙をつけておくと後からわかりやすくなります。
で、この状態で右上の共有ボタンを押して、この中から Apple Books を選ぶんですけど、多分皆さんないと思うので、この中からその他を選んでください。でその他を選ぶとブックにコピーっていうのが下の方に出てくるので、これを押します。でそうすると今 Apple Books の方に移動しました。でページスワイプしてみると、さっきスクリーンショット撮って PDF にしたやつがこっちにまとまってるっていう感じになります。すごくないですか。あの Kindle だとね、全ページあって自分が別に必要じゃないページとかもね、どんどん間に挟んでくると思うんですけど、こうやって自分のお気に入りのページだけを Apple Books の方に保存しておけるっていう感じになります。なので今私の方のこの Apple Books の方に入ってるのは全部自分のお気に入りのページのコレクションになります。でこんな感じで私は Apple Books と Kindle を使い分けてます。で Apple Books いいのが、左上の項目ここですね、このタブを押すと一覧ページみたいな感じで見れるんですよ。これ Kindle にはない機能なので、全体的なページを把握して、セレクトしたい時に結構この一覧表示っていうのがすごく役に立つので、 Apple Books もねすごく読みやすいと思います。であと Kindle になくてこの Apple Books にある機能としては、マークアップ機能っていうのがあります。マークアップっていうのは Apple 純正のアプリにのみ搭載されている機能なんですけど、こんな感じで文字書いたりとかマーカーを引いたりとかして、自分の備忘録としてメモを書いておくことができます。あの他人に送りたい時とかもこういうメモをね一言つけて送ってあげると結構わかりやすかったりするので、このマークアップも結構重宝してます。でこの Apple Books はこのアプリから本を買うこととかもできるんですね。であまり使ったことない人多いと思うのでちょっと説明しておくと、真ん中のブックストアっていうところ行くとこんな感じで、本がたくさん出てくるので、ここからもう購入ボタンを押したら、本を買うことができます。で買った本に関してはこの Apple Books の中に入ってくるっていう感じですね。であとはベストセラーとか、あと新刊とか、あとはジャンル別にのあなたのおすすめみたいなところもあって、こういうのをね見てるだけでも結構本読みたいなっていう風に思ってくるので、この辺ねあのダラダラ見るのもおすすめです。あんまりこういうの Kindle ないんですよね。一応 Kindle おすすめ機能みたいなのあるんですけど、そこまで充実してなくって、Kindle の本をブラウザしようと思ったら Amazon のページに行かなきゃいけなかったりするんですけど、この Apple Books はこのアプリの中だけでおすすめから購入まで全部完結しちゃったりするので、使ったことない人はぜひね一度見てみてください。すごく面白いです。はい、ということで今日はさっくりでしたけど、私の iPad の読書術っていうのを公開していきました。あのいろいろ試したんですけど、このやり方が私的には一番スマートだったので、この Kindle と Apple Books の使い分けぜひ試してみてください。で今回の動画なんですけど、実はちょっと前にも同じような動画を上げてて、その時はファイルアプリっていうのを経由して自分の、気に入ったページを保存しておくっていうのを紹介したんですけど、その後にこのプリントから3本ピンチアウトで PDF にできるんだっていうことを気づいたので、前回の動画はもう無視してもらって大丈夫です。今回の動画の方がもう何倍も早く PDF にして保存しておけるので、ぜひこのやり方試してみてください。で他にももっと読書のこういうやり方いいよみたいなのがあったら、ぜひコメント欄に書いてもらえると嬉しいです。はい、ということで今日は以上にしたいと思います。ぜひこの動画が役に立ったらいいねボタンと、あとチャンネル登録まだの人はチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ということでご清聴どうもありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。